金沢の広報群、金沢市浅野川流域より、奈良岳は、石川県金沢市と白山市、富山県南都市の山市にまたがる、標高1644メートルの量、白山地北部の山。金沢市の最高峰であり、山頂に、国土地理院の山東三角点が設置されている。別称、倉谷三方岳。金沢市の最高峰として、 文献等に紹介されることが多いが、金沢市の平野部からは、高三郎山の陰に隠れがちで、印象が薄い。白山国立公園北端の山である。金沢市川の山域は、西川源流石川県自然環境保全地域に指定されている。北東は、三越山に接する。西は平坦で、奈良が原と称し、奥三方山に連なる。南は、 県境沿いに大笠山方面へ連なる。三角点が置かれた頂上は、小広いが太さ10センチメートル程度の奈良の木が多いため、眺望には恵まれていない。山域周辺の地質は、総圧数百メートルに及ぶ岩東類層からなる。新第三期中心にの2000から1700万年前に、 北陸地方で起こった激しい火山活動によるもので、安山岩質の溶岩及び火山採雪岩からなる、火山岩が主体で堆積岩を挟む、いわゆるグリーンタフの一部とされる。山名の由来は、頂上付近に奈良の木が多いため名付けられたとする説、ずんぐりとした、なだらかな大地となった頂上を奈良と称したとする、時及び、奈らしたような、 平らな山であることによるとする説がある。天保元年頃成立したとされる、加納越三州地理志向に、奈良学、または奈良が学の名が現れている。また、明治初期に成立した広告地史にも、奈良学の名があり、かつては、奈良がだけと発音していたようである。加納越三州地理志向によると、越中側からは、倉谷三宝山と呼ばれていたとのことで、 それが三角点名にも反映されたものと考えられる。広告地市等によると、奈良岳の南、大笠山との間にある山を、瀬波山と呼んでいた。現在の地形図に記名されていないため特定は、難しいが、瀬波川水源付近にある標高1591メートル、または1668メートルの頂が、相当すると考えられる。 各方面からの登山道がある。白山市の旧河内村川より奥、三方山を経て奈良岳まで登山道がつく。奈良岳山頂で船を峠から南進する県境重層の登山道と結ばれる。県境重層の登山道は大河山まで続くが、境川ダム完成以来、大河山経由の登山者が増えたようだ。整備状況により熊笹などの藪が深く、 なっていることがある。金沢市の最高峰でありながら、現在金沢市方面からの登山道はない。明治期の広告地市によると、県に、して通るかカラスとある。一方昭和初期の石川県石川軍市によると、道路に、またより大役四里十四町とあるが、この道路とは整備された、登山道とは考えられず、今日でいうバリエーションルートに相当するものであろう。 二たまた川方面からの戦前の旧制第四高校学生による当計が今に伝えられるが、遭難事故もあった。昭和40年代、倉谷集落跡から高三郎山、三越山経由で登るルートが開設されたが、廃絶して久しいと考えられる。奈良岳の南東 1km の地点、境川の支流秋津谷に望み、巨大な岩壁が落下している。 高さ200メートル、幅400メートル、緑色業界岸からなり、千人岩と呼ばれている。津村千巻安が1795年に表した、短海に天から越中に落下した千人岩の伝説が記載されているが、その岩かどうかは不明。1959年10月、金沢大学山岳部が初登壇した記録が残されている。 三方岩岳から望む奈良岳周辺の山陵白山地の北部の漁白山地の主猟線に位置する。以下が、主な源流の河川で、日本海へ流れる。ABC、基準点成果等閲覧サービス。国土地理院。2011年6月21日閲覧。ABC、新日本山岳史中西屋出版。2005年。 ISBN4 から 7795001P11531962 年11月12日に山頂及びその南東側の山域が白山国立公園の特別地域に指定された AB 日本の山線山と社告九1992年 ISBN4 から 635090256P4991978 年3月31日に石川県自然環境保全地域に指定された。加賀国石川群村市第14巻広告地市山 KR ペンガイド21白山と北陸の山山と渓谷社、2000年 ISBN4 から635013219 P112、石川県石川軍市石川県、石川軍自治協会、富山県の地名平凡社地方資料センター編、平凡社、1994年地図閲覧サービス2万五千分、一地形図名、西赤尾、国土地理院、2010年12月15日閲覧。ありがとうございます。